ナンバーアンダーラインアイが世界へ。世界へ羽ばたけ。ナンバーアンダーラインアイがコーチェラで見せた。ナンバーアンダーラインアイがコーチェラで世界進出。YOSHIKI が絶賛、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むか。2024年のコーチェラ、フェスティバルは、数々のアーティストが夢見る舞台です。そこに登場したのが、日本の若手アイドルグループナンバーアンダーラインアイでした。 彼らはまだ若いながらも、すでに日本の音楽シーンで確固たる地位を築いていましたが、その成功に甘んじることなく、世界への挑戦を選びました。この勇気ある決断は、彼らの未来に対する強い意志を示すものであり、同時に日本のエンターテインメント業界に新たな可能性を開くものでした。この出来事は、日本のみならず、世界中の音楽ファンに強いインパクトを与えました。 ナンバーアンダーライン愛がステージに立った背景にはさまざまな困難が待ち受けていたことでしょう。言語の壁や文化の違いそして未知の音楽市場への適応こうした挑戦は単なる音楽活動を超え彼らの成長の一部となっています。そしてこの道を切り開く姿は日本の音楽業界に新たな道筋を示すものであり未来のアーティストたちにとっても励みとなるのです。 この挑戦には、日本の音楽界のレジェンドである吉木も深い共感を抱いています。彼は、1990年代に XJAPAN として世界に挑んだ経験を持っており、その道のりがいかに険しかったかを身をもって知っています。当時、アジアから世界に進出するロックバンドはほとんどおらず、彼らはゼロから道を切り開くことを強いられました。吉木にとって、アメリカ進出は文字通り、 道なき道を進む挑戦であり、数々の困難を乗り越えることが求められました。しかし、彼は決して諦めず、現在では世界的に認められるアーティストとして活躍し続けています。このような過去の経験から、YOSHIKI はナンバーアンダーライン愛の挑戦に対して非常に高い評価を与えています。彼は、すごいと思いますと彼らの決断を称賛し、 彼らが日本国内での成功を手放してまで新たなステージに挑む勇気を深く理解しています。YOSHIKI 自身も、アメリカに進出した際には日本の音楽シーンで頂点に立っていたにもかかわらず、全てを捨てて新たな挑戦を選んだ過去があります。そのため、ナンバーアンダーライン愛が選んだ道には、彼自身の経験と重なる部分が多く、強い共感を抱いているのです。さらに、 吉木はナンバーアンダーライン愛に対して温かい激励を送るだけでなく、彼らが世界で活躍することが日本の音楽業界全体にとっても大きな意味を持つと語ります。彼にとって、ナンバーアンダーライン愛の成功は単なるグループの成功にとどまらず、日本の音楽、文化が世界に通用することを証明するものだと考えています。彼らの挑戦は、次世代のアーティストたちに新たな希望を与え、 日本のエンタメ界にとっても重要な意味を持つのです。吉木の期待は、ナンバーアンダーライン愛が世界で新たな道を切り開き、その姿が多くの若者にとっての希望となることです。彼らの成功は、日本のエンタメ業界全体に新たな可能性を提示し、次世代のアーティストたちが世界へ挑む道を広げることになるでしょう。この挑戦の背後には、吉木のような先駆者たちの経験と知恵が受け継がれています。 彼の言葉には、未来を切り開く若者たちへの期待と、過去の困難を乗り越えてきたものとしての深い理解が込められています。しかし、ナンバーアンダーライン愛が直面している課題は決して小さくありません。コーチェラのような世界的なフェスティバルに出演することは、彼らにとって大きなステップですが、それは同時に厳しい評価にさらされることも意味します。世界中から集まるファンの目は厳しく、 特に新しいアーティストに対しては批判も多いものです。それでも、彼らはその挑戦を受け入れ、さらに前進し続けています。YOSHIKI はまた、k p o p の台頭についても触れています。彼は、今の時代ではアジアのアーティストが世界で活躍する道が開かれつつあると感じており、k p o p がその先駆けとなっていることを認めています。しかし、彼は同時に、 日本のアーティストにも世界での成功の可能性が十分にあると考えています。K-POP が道を切り開いた今こそ、日本のアーティストがその後に続くべきだというのが y o s の考えであり、ナンバーアンダーライン愛がその象徴となる存在であることを期待しているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、日本のエンタメ界全体にとっても大きな意味を持つものです。彼らが成功を収めることができれば、 日本の音楽や文化が再び世界に注目されるきっかけとなるでしょう。そして彼らの姿を見て次世代のアーティストたちも世界への挑戦を決意するかもしれません。この挑戦の未来はまだ始まったばかりですが、吉木の言葉には彼らの成功を信じる強い信念が込められています。彼は今度機会があったらぜひステージを見に行きたいですし、海外で見られたら嬉しいなと思いますと語り、 彼ららの活躍を心から応援していますこの温かい言葉は彼らがどんな困難に直面してもそれを乗り越える力となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は日本の音楽業界に新たな風を吹き込み未来を切り開く可能性を秘めています。そしてその道のりは決して平坦ではありませんが彼らの決意と努力があればきっと成功をつかむことができるでしょう。 よしきの言葉に背中を押され、彼らはさらに高みを目指して進んでいくに違いありません。私たちもまた、彼らの挑戦を見守り、共に夢を追いかける勇気を持つべきでしょう。世界への挑戦は、決して簡単なものではありませんが、勇気を持ってその一歩を踏み出すことが未来を切り開く第一歩です。ナンバーアンダーライン愛がその挑戦を成功させる姿を見て、私たちもまた、 自分たちの夢に向かって進む勇気を得ることができるかもしれません。そして、y o の期待通り、ナンバーアンダーライン愛が世界で大きな成功を収める日が来ることを心から願っています。彼らの挑戦は、まだ始まったばかりであり、未来には無限の可能性が広がっています。この挑戦がどのように展開していくのか、今後の彼らの活躍から目が離せません。そして、私たちはその瞬間を共に見届け、 応援しし続けることでしょうナンバーアンダーライン愛の挑戦は日本国内だけでなく世界中の音楽ファンにも注目されています彼らの音楽スタイルやパフォーマンスは独自性を持ちながらもグローバルな観点から見ても新鮮で魅力的なものです彼らの音楽には日本の伝統文化や現代のポップカルチャーが融合しておりそれが多様な観客層にアピールする要因となっています コーチェラでのパフォーマンスも、そのユニークな表現力を世界に見せつける絶好の機会となりました。その一方で、世界の音楽シーンに進出するためには、単に音楽性だけではなく、マーケティング戦略やプロモーションの面でも競争が激化しています。K-POP アーティストたちは、SNS や YouTube を駆使してグローバルなファンベースを築き上げてきました。ナンバーアンダーライン愛も、 そうした新しいデジタル時代のツールを効果的に活用し、世界中のファンと直接つながることができるよう、積極的に発信しています。このような動きは、日本のアイドルグループとしても革新的であり、彼らが従来の枠を超えて世界に挑戦するための重要なステップとなっています。彼らの音楽は、言語の壁を越えたメッセージ性を持っています。音楽は国境を越える力があり、 ナンバーアンダーライン愛はその可能性を最大限に引き出そうとしています。彼らがコーチェラで披露したパフォーマンスは言葉の違いに関係なく観客の心を捉え、多くの人々に感動を与えました。音楽のリズムやメロディー、そして彼らの情熱的なパフォーマンスが言葉を超えた共感を生み出し、これこそが国際的な成功への鍵となるでしょう。さらに、YOSHIKI が語ったように、 彼らの挑戦は日本のエンターテインメント業界全体にとっての道しるべとなります。これまで、アジアのアーティストが世界で成功する例は少なく、特に日本の音楽シーンは国内市場に依存してきた部分が大きかったのです。しかし、ナンバーアンダーライン愛のような新世代のアーティストが世界に飛び出すことで、日本の音楽が持つポテンシャルが再評価される可能性があります。これは、 次世代のアーティストたちがグローバルな視野を持って活動するための道を開くものであり、日本の音楽業界にとっても大きな変革の兆しとなるでしょう。もちろん、彼らの挑戦が成功するかどうかはまだ未知数です。しかし、彼らがすでに成し遂げたことは、日本国内だけでなく、世界中の若者たちにインスピレーションを与えています。彼らが直面する困難は数多くあるでしょうが、彼らの強い意志と情熱があれば、 それを乗り越えることは可能です。彼らの活動が続く限り、その成長を見守るファンもまた、彼らと共に歩んでいくことでしょう。音楽業界における成功は、単なる運や才能だけではなく、継続的な努力と革新が必要です。ナンバーアンダーライン愛はその点においても、他のアーティストたちとは一線を画しています。彼らは常に新しいアイデアを追求し、 自己の表現を進化させせることに余念がありません彼らが未来に向かって進む中でどのような音楽を生み出しどのような影響を世界に与えるのかは非常に楽しみなところです。YOSHIKI が感じている期待と同様に私たちもナンバーアンダーライン愛の未来に大きな希望を抱いています。彼らが成功することで日本の音楽シーンがさらに豊かになり多様な表現が生まれることを期待しています。そして、 彼らの挑戦が次の世代へと受け継がれ、ますます多くの日本のアーティストが世界に飛び出す日が来るでしょう。その時、ナンバーアンダーライン愛はその先駆者として語り継がれるに違いありません。